エイスやマリーイラスズガモは、カモモクカモカハジロ属に分類される鳥類の一種。全長は、オスが約46センチメートル、メスが約43センチメートル、翼海蝶は74から80センチメートル。小型の潜水ガモ類であり、成長は、くちばしは灰青色で、目は黄色。オスは黒い頭で、緑の光沢がある。メスは、全体的に褐色。 くちばしの基部に白いブチがある。金黒ハジロと配色が似ている。名前の由来は、飛ぶ時の羽音が金属質で、鈴の音に似ていることから。藤前干潟で越冬する群れ繁殖地は北、アメリカ大陸北部、ユーラシア大陸北部である。冬季は、ヨーロッパ北部、カスピ海、中国東部、北アメリカ西部及び東部にわたり越冬する。アリューシャン列島では、 流潮として周年見られる。日本では冬鳥としてアシュ、阿衆、鈴鴨が海岸に多数トライする。日本にトライする海モ類では、最もトライ数が多い人とされる。東京湾、藤前干潟などでは、毎冬大群が見られる。北海道東部では、夏でも観察される。古史陶には、主に内湾など波の静かな海に、大群で生息する。ただし少数の群れで、 海や海に近い湖障等にも分布する。多くの場合、カモ類は同じ場所に生息するため、本種を含めたいろいろな群が見られる。主に潜水して採食する。頭から水中に1分近く潜ることもある。アサリをはじめとする貝類などを食べるが、水草を食べることも稀にある。昼間のみならず、夜間も採食する。 貝類を採食するときは貝殻ごと丸のみにし砂農で消化する。このため体内に強力で大きな砂農を持っている。繁殖地は湖や沼、湿地である。巣は水辺の草むらややぶの中、岩の間に作り、しばしばコロニー状に映像する。また、カモメやアジサシ類のコロニー内に映像することもある。一腹八から十個の卵を産む。 放乱期間は24から28日である。国際自然保護連合により、レッドリストの軽度懸念の指定を受けている。日本の以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。旭山動物園が1995年に、日本国内で、初めて人口負荷に成功して、繁殖賞を受賞した。以下の2ア種に分類される。ありがとうございます。